観でなんか見てる気がするタイプ。いい切り口で来てくれるから、なんか俺もそれ聞いた時あーってなるから、さすがリーダーって感じですね。僕が一番最初に実はこの芸能界に入ったきっかけは芝居からだったんですよ。実はで全然音楽に関しては全く何も知らなくて、12歳の時にあのサーガスに入って、そしてそこからダンスを習い始めて、ヒップホップを習い始めて、そこからどんどんなんか歌っていうものに出会って、 R&B とかいろんなジャンルにあの耳が傾けるようになって、うわすっごい懐かしいですけど、小学校あ違う幼稚園生の頃に通ってた体操教室があるんですけど、リズムに合わせて体を動かしてみようみたいなクラスができて、まあ、いわゆるダンスなんですけど、別にダンスって親からこうあんたやりなさいって言われたわけじゃなくて、自分からやりたいなと思っていざ体験レッスン受けて、であ楽しいなと思ったっていうのから、もうなぜか今でもダンスしかしないっていう自分になってて、僕にとって小学校中学校からもやりたいこととか将来の夢はもうあったから、すごくそうですね、大阪の京橋が原点ですね。ちゃんとこう堅実に一個一個もう目標を決めて、それにを一個一個クリアしてってやっていくタイプの人間だから、プリズにも絶対そういう人間で必要だと思ってて、頼りがいのある兄貴みたいな、僕からすると。プリズマックスのパフォーマー、すごく芯が強くて、一個決めたらそれを最後までやらないと気が済まないようなタイプで、逆を言えばその一個しかできないっていうのが、あそこが勇気のマイナスポイントなのかなって初めて見えるぐらい、一個についての執着力が誰よりも何百倍も強いしと。ウィンの姿勢って低いんですよ、ものすごく。常に誰と接しても誰でもやっぱり同じ目線でこう相手をしてくれるっていうのは、すごいウィンのいいとこだなと思います。なんか褒めんのが気まずいわミャンマーの文化とかそういう育ちがあるからこそ今の自分の良さがあるんじゃないかなって感じるから、そのミャンマーに住んでいたウィンが今のウィンのすごく原点だと思います。ここです、この代々木公園です。すごく練習してた思い出もあったので、本当に代々木公園が一番のスタートポイントじゃないかなと思います。一番最初の路上があっちの方の入り口に近い方のとこだったので、もう場所も全部覚えてます。自分がパフォーマンスしたあのスポットとかも全部覚えてるぐらい、本当にここにはいろんな思い出が詰まってます。今回のアルバムとは、とにかくですね、プリズノックスにとって初めてのアルバムなので、タイトルが Gradually っていう、本当に今のプリズマックスに一番ふさわしいワードなんじゃないかなと。夢を追いかける人とは、実際その夢に対してどんだけ強く思うかによって叶う叶わないって多分決まってくると僕は感じてまして、
その思いは誰にも負ける自信はないので、だから僕みたいな人じゃないかなって思います。そのバックダンサーっていうよりはもうプリズマックスというメンバーなので、ハニーたちをいかに楽しませるかっていうところで、足元見てステップを確認するんじゃなくて、間違っててもいいからとりあえずもう笑顔を振りまく、ワイドな感じでスマイルを届ける、チャンスをものにできる人が、まあ、夢を追いかけれる人って、なんかその知らずして夢を追いかけてる人なんじゃないかなって思います。プリズマックスってこう一歩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 を大事にこう踏んでいきたくて、そのプリズマックスとはというインプルーブメント、成長、一個一個もう目標を決めてそれを一個一個クリアしてやっていくタイプの人間だから、僕らのこの一歩はものすごく大きくて大事です。Gradually をよろしくお願いします。